次のパンデミックが、何かは分からないですけれども、パンデミックは必ず起きるので、それに対する準備が必要ということになります。今回新型コロナのパンデミックがあった時にですね、国産のワクチンが、まだ出てないと。海外では、パンデミックが発生して1年以内にワクチンが供給され始めたんですね。ところが日本では国産のワクチンというのは実はまだ未だできていなくて、それを解消しようというのが目的です。で、今回すごいのは、これまで感染症の研究はしていなかったんだけれども、パンデミックを受けて何か貢献したいというのをそれぞれの先生が思ってくださっていて、例えば AI とかウェアラブルっていう身につけて測定する機械があるじゃないですか。で、そういう専門の先生方も入っていただいて、で、研究をすると。日本の感染症研究っていうのは、世界的に見ると若干遅れてるんですね。だけれども今回異分野融合とか日本全体で協力してやることによって、それを突き抜けるような研究成果が出てくると思ってます。で、それが最終的にはワクチンの創生にもつながるし、次のパンデミックの時にはワクチンがすぐ日本から出てくるような状況につなげていくということだと思います。